それでは、離散時間計に対する最適追従制御問題の解析会というタイトルで計測自動制御学会の論文集に掲載された、論文の紹介をしていきます。これは2008年に、掲載されたものです。割とタイトルがちょっとオーソドックスというか、綺麗なタイトルをつけてますが、まあ、その綺麗なタイトルに見合った、綺麗な結果が得られています。で、これ具体的に何をしているかっていうと、被災症位相計、不安定ゼロ点、不安定極を持つような制御対象の性能限界を求めている。追従性能の限界として追従誤差の2ノルムの最小化問題を扱っています。で、離散時間計についてですが、離散時間計の場合は、Z というのが、遅延要素を表しています。で、その安定性っていうのは、極が単位円内にあるというのが安定性の条件で、不安定ゼロ点もその極が単位円の外側にあるときは不安定なゼロ点。で、単円の内側にあるときは安定なゼロ点というふうになります。で、連続時間計の場合と同様に、不安定なゼロ点、不安定な極というのは制御性能に影響を与えるということから、制御対象のフォームをこのような形にしています。これ P0 っていうのは最小位相、安定な伝達関数であって、で、不安定極をラムダ J、不安定ゼロ点をイータ i というふうに置いています。これはこの絶対値が1よりも大きいという、そういう設定で、このように与えています。連続時間計の場合も同様ですが、この安定かつ最小位相の項というのはコントローラーによって打ち消すように逆の伝達関数を与えてやることによって、この P0 の影響というのは消せますので、ここに、特化した形で、式展開をするという意味で4式のような形式で扱うと、まあ、扱いやすいということもあって、この4式のような形で制御対象を書いています。で、制御性能を考える前にまず追従制御問題というのを考えます。これ出力を YK、参照信号を RK とすると RK と YK の差が時刻無限大で0に、行くような、そういうような問題を考えます。で、その中で特にどういう問題を扱うかというと、追従性能を、満足する、追従性能が最適になるような、制御器を求めるという問題を考えています。これこの誤差のL2 ノルムの事乗、事乗面積を計算したものになりますが、この事乗面積が最小になるようなコントローラーを求める、それによって得られる、性能を、J1DOF、J の 2DOF というふうにそれぞれ置いてまして、1重度計、2重度計での性能の、最適値を求めようという、そういう問題を考えています。で、これに対して、得られる結果というところですが、ここですね、ここが最適解を求めているものになります。最適値がそれぞれこのような形で求まると、定理2で書かれているのが最適値のフォームになっていて、で、ここが不安定ゼロ点によって決まる項になっています。この Q の I とか J とかはここにちょっとごちゃごちゃした形になっていますが、こういう構造をしていて、これによって、その不安定ゼロ点が制御系に与える影響を評価しています。で、この J の HAT の 2DOF というこの項が何を示しているかっていうと、ちょっと相対次数に起因する、ものになります。離散時間計の場合の相対次数というのは遅れを表していますので、まあ、それに起因する項になっています。
まあ、メインはこの不安定ゼロ点に起因する性能の劣化、そしてそれに相対次数によって得られる影響項が現れると、こういう構造になっています。20度系の場合は連続系の場合と同様に不安定極の影響というのは制御性能の最適値には影響を与えてなくて、で、結局その不安定ゼロ点のみの関数としてこのように表記されています。で、次に一流度計の場合です。一流度計の場合には不安定ゼロ点だけじゃなくて不安定極の影響も出てきます。で、具体的にその結果を見るとこういう形になっていて、この Q がちょっと太字で書いてますが、この太字のやつの中に不安定ゼロ点だけではなくて不安定極の項もあります。で、特にこの不安定極と不安定ゼロ点が近い位置にあるとこの項全体が大きくなりますので、その結果性能が悪化すると、そういう構造になってます。この R ハットの具材 I というのはこれは、信号参照信号の Z 変換の Z のとこに ETAI を代入したものになっています。こういうフォームで得られています。で、この20度、一重度計の場合にも同様に相対次数に起因する項がこのように現れています。そして実際にちょっと数値例を見ているのがこちらになります。で、連続時間計の場合には原点に近い不安定ゼロ点があるとそれによって追従性能が劇的に悪くなるといったことがあったんですが、まあ、それに似たようなことが、この、離散時間計の場合にも現れています。離散時間計の場合にこのイーターがの事情が、どうなるかというのが性能に影響を与えています。こちらですね、こちらを見てやるとイーターが1に近いところか、1に近いところからどんどん、離れていく。で、マイナス1よりも小さい値というのも不安定ゼロ点になりますので、その影響も見ているという、ことになっています。で、この不安定ゼロ点が1に近いところでは性能がめちゃくちゃ悪くなると、そういう形です。で、それに対してマイナス1に近いところでは性能が実は、そんなに悪くなくなる。これ具体的に見てますと、イーターがマイナス 1.2 という不安定ゼロ点の時にはこんな感じ、太字で示しているように、応答追従誤差、目標値がステップの時にそのステップにほとんど近いところで動いてるんですが、このイーターを 1.2 とした時には、一番ベストの応答であるにもかかわらずこんな、応答になっています。これが最適な応答です。最適な応答でもこれだから別の設計で得られたコントローラーではもっと悪くなるということです。で、他にも離散時間計だと、こういう伝達関数から参照信号を自由に作ることができて、まあ、こういう感じで信号を作ることができますので、具体的に参照信号の形をちょっと変な形にすることもできて、でそれを、見ています。そういう信号に追従、どれぐらいの性能で追従できるか、この途中までステップで途中から再犯になるようなこんな信号を考えて、それへの最適な性能っていうのも、見積もることができて、で実際に最適な応答っていうのはこの太線で書かれているような応答になっています。でそういう感じで、扱っているのはこの研究になります。離散時間だとその参照信号をいろいろ自由に決めるというそういう部分で、より連続時間計より扱いやすい面がありますので、この枠組みをちょっと応用してやるとリファレンスガバナーとか別の、ちょっと別の枠組みにも、適用することができるよということになります。説明は以上になります。この PDF の URL は
説明欄に載せておきます。